高佐護国は16世紀から19世紀頃の日本で用いられていた台湾の別名。安土桃山時代の日本では現在の台湾にあたる場所に鉱山国があると信じられていた。1593年、豊臣秀吉は鉱山国に対して徴工を求める書状を長崎の原田孫七郎に託したが、鉱山国にあたる国が見つからなかったため失敗に終わっている。 なお、鉱山国の読みについては、バークレー美術館が所蔵する、世界図屏部に、高山国との表記が見られる。1627年には、浜田野平が、島民16名を連れて、将軍、徳川家光に配列を求め、代表者の理科と名乗る島民が、鉱山国施設として、非公式ながら、将軍に配列している。これに前後して、江戸時代初期からは、 高山国と同様に台湾を指す名称として高佐護国が使われるようになった。京都市佐京区の昆虫院が所蔵する異国都会御朱院帳では高佐護国の表記に高佐軍の読み仮名が振られているのが確認できる。高佐軍は現地語の発音を転写したものと見られ、一例として有馬春信の書状には高佐軍、高佐軍国、高佐軍人の妖例が 複数確認されているが、この高砂郡に、針馬国加古郡や道の国宮城郡など日本に、既存の地名であった高砂が、音陰の掃除から当てられるようになったと考えられている。高砂郡の由来については、諸説あり、高尾市にある、ことぶき山の旧称、脱鼓山に由来するという説や、 台北帝国大学を創立した、締原博士の提唱による平ら保存の集落であった、落車に由来するのではないかという説がある。1713年間の和漢三歳添えでは、和洋高砂技として、現地の発音に日本で高砂の当て字を行った旨の注釈がある。台湾は日清戦争を経て1895年の、 下関条約で清から大日本帝国に割上され、日本の外地となった。この頃には、真の統治下で台湾に入植した漢民族が台湾の多数派住民となっていたが、漢民族の入植以前から台湾島に居住していた台湾原住民の諸民族は、西番と呼ばれていた。しかし、元来、茂は番と同義の別称としての意味合いが強い用事のため、 1935年に、秩父の宮洋人市新能の要請で、高砂族に改称されている。日本統治下ではこの他にも、高砂ビールや神戸港キールン交換に、就航していた客船、高砂丸などの名称に、高砂が取られていた。また、キールン市、台中市、台南市など、複数の都市では、高砂国を由来として、高砂町の町名が新設されたが、 いずれの町名も1945年に第二次世界大戦で日本が敗れて台湾の領有を放棄したことに伴い廃止されている。ありがとうございます。